ファイナルガールはホラー映画に登場する人物類型である。1960年代後半以降のアメリカで大量に作られたホラー映画が一様に純粋な若い女性が男の殺戮者と対決するが最後には生き残るという構造を持っていることが映画研究の分野で注目され、この類型的な女性像が映画研究者キャロル・クローバーによってファイナルガールと命名された。 英語圏の映画研究、映画批評においては、特にフェミニスト映画理論の分野で重要な概念とみなされている。アメリカでホラー映画が脚光を浴びるきっかけとなった映画、最コアメリカのホラー映画は、映画早々期の1910年に公開された短編、フランケンシュタイン以来、繰り返し制作されてきたが、1960年にヒッチコックの最コが、 世界的な成功を収めると多くの制作者が参入するようになった。1970年代からは公開本数が急増し、特に惨劇と暴力を正面から国名に描写するスラッシャー映画と呼ばれるサブジャンルが形成されるようになった。1978年のハロウィンは32万ドルの低予算ながら7500万ドルの 興業収入を上げ、スラッシャー映画の人気を決定づける作品となった。ハロウィンと同時期の悪魔の生贄やサランドラ、また1980年代に入ってからの13日の金曜日やエルム街の悪夢などは多数の続編が作られ、スラッシャー映画の主要作品群となってゆく。これらの映画は複雑な筋や俳優の演技よりも映像の残酷さ。 黒デスクさを呼び物とし、ストーリーは多くの場合、似たような数字書き、人物類型を繰り返し使い回していた。その単純さと低属性のために、映画研究、映画批評の分野では長く無視されていたが、長期にわたって観客に根強い人気を保っていた、ことなどから、次第に現代アメリカ社会の病理現象の一つとして、考察を試みる研究者が現れるようになった。 カリフォルニア大学バークレー校の映画研究者、キャロル・ J ・クローバーは、もともとスウェーデンのウプサラ大学で訓練を受け、ハーバード大学で教団に立っていた中世史家である。クローバーは、中世文学の分野で、多数の優れた論文、著作を発表した後、映画研究に転校した。スウェーデンの映画研究所で勤務した後バークレー校へ、赴任し、 ここで現代アメリカ映画を幅広く調査するうち、特にホラー映画に注目するようになった。中世史家としてのクローバーは、中世文学の最大の特徴が、定型的な物語の流用、作者の不在性、読み手聞き手に主導される語りなどにあると考えていた。クローバーは同様の構造が現代アメリカ映画、特にホラー映画にあると考え、テクストと 社会構造を関連づける自身の手法を用いてホラー映画の詳細な分析を開始した。この研究においてクローバーが抽出してみせた概念がファイナルガールである。キャロル・クローバーはファイナルガールの概念を1987年の論文彼女の体彼自身で最初に発表しこれは後に男と女とチェーンソー現代ホラー映画における ジェンダーと題する1992年の著作に収められた。クローバーは1960年代から1980年代後半までに制作された大量のホラー映画、スラッシャー映画を網羅的に調査し、それらの多くに共通する物語構造と人物造形を抽出した。クローバーによると現代アメリカのホラー映画には以下の特徴がある。 そしてクローバーによれば、最も重要なのは、こうした殺戮と暴力の物語を生き延びて最後に生還するのが多くの場合、若く素朴な女性だということである。これをクローバーは、ファイナルガールと呼んで、現代ホラー映画、スラッシャー映画を特徴づける重要な要素だと考えた。ファイナルガールは、物語の冒頭から登場しているが、 残殺されてゆく周囲の友人たちとは違って、登場人物の中で唯一、身に降りかかる機難の兆候を察知し、次に起こることを予測し始める。クローバーによれば、ファイナルガールは、こうした点で、ファイナルガールは物語における、分析的な視線、インベスティゲイティブゲーズを象徴する存在である。クローバーによると、スラッシャー映画では、物語が進行してゆくとき、 はじめのうちカメラは殺戮者の視点を取ることが多い。被害者たちを暗がりから覗き見る視線があり、やがて暴力シーンになると殺戮者の視点から叫び苦しむ被害者たちが描かれる。ところが、ファイナルガールが活躍し始めると視点は彼女の側に移動し、観客は彼女と共に苦境を切り抜け、殺戮者を倒すことに開催を叫ぶのである。意図しき恥ずかしめと題された。 大衆小説の差し絵。こうした女性を虐待するシーンの描写が、売り物の小説の起源は、ビクトリア朝時代まで遡り、クローバーはこれをスラッシャー映画の原型の一つでは、ないかと示唆している。キャロル・クローバーが、ファイナルガールに注目した理由の一つは、フェミニスト映画理論への関心である。それまでのフェミニスト映画理論においては、ローラ・マルビに代表されるように、 映画というメディアが担っているのは男から女へ注がれる眼差しだと考えられてきた。男の観客はスクリーンに登場する男に感情移入し彼らを通じて映画の中の女たちを見つめるのである。そうした回路によって映画という装置の全体が男が女を執要に眺め回し服従させるための構造を持っている。その構造に沿って 映画に登場する男性は自立し、決断力に富んでいるが、女性は最終的には男の判断を受け入れるものとして描かれる。1980年代前半までのフェミニスト映画理論においては、そのように主張されてきた。しかしスラッシャー映画においては、観客の大半が若い男性であるにもかかわらず、前半で壮絶な暴力を振るう殺戮者たちは、理想的な男性性を書いており、 後半で殺戮者を打ち倒し生還する、ファイナルガールは自立した若い女性である。観客は前半では殺戮者の視点で若い女の残殺に恐怖するというサディスティックな快楽を楽しむが、後半では女性による逆襲に喝采を送る。そこには、旧来のフェミニスト映画理論では説明できない、ジェンダー概念の格乱がある。キャロル・クローバーがスラッシャー映画とファイナルガールに、 注目した最大の理由はここにあった。そうしたジェンダーの格乱がスラッシャー映画においてどのように生じているのかについて、クローバーが示した説明モデルの使用部分は当時のフェミニスト映画理論の影響を強く受け、精神分析的な解釈である。クローバーによれば、殺戮者たちの不安定さ、危険性は助けを求めることのできない弱い子供のような女性的男性を象徴している。 一方で、ファイナルガールは女性だが、言動や判断力、分別の強さなどから自立した、成人男性の代替物という性格を強く持ち、その点で、両性具有的な、男性的女性として位置づけられる。男の殺戮者による暴力から、ファイナルガールによる反撃へ進んでゆくというスラッシャー、映画の物語構造は、ジェンダーアイデンティティのゲーム、ジェンダー、アイデンティティゲームであり、 そこで語られているのは、ジェンダー間の境界線が動揺しながら、物語の主体が女性的男性から男性的女性へと移行していくプロセスである。ヒッチコックの最古においては、主人公ベーツが母親と二重人格になることによって、男性を女性へ置き換えていったが、現代スラッシャー映画では女性をサイジェンダー化することによって、ジェンダーの交換を解決する。 このジェンダー交換が完成するとき、スプラッター映画も終幕を迎えることになる。クローバーは、ファイナルガールが断根化されるとき物語の進行は停止し、恐怖は終わりを告げる。夜が明け、共同体は再び元の状態へと戻ってゆくのだと指摘している。なぜアメリカでそうした作品が大量に出現することになったかについてクローバーは明確な説明を 与えていないが、1960年代後半から、フェミニズム運動が全米で活発になって生じた、伝統的な正規範、性役割の動揺や、それを明確に言語化できず困惑した男性たちの、恐怖心が、作品に投影されているのではないかと示唆している。またクローバーは、若い女性に、必要な暴力を加えるというスラッシャー映画の起源についてもいくつかの示唆を行っている。 映画としては、パール・ホワイトが主演して、国際的な成功を収めた連続映画、ポーリーヌの苦難シリーズが、女性に繰り返し危険が襲いかかる様子を楽しむ映画の最初の例とされている。物語構造としては、さらに古く、女性を無で叩く残酷なシーンが売り物だった、ビクトリア朝時代のスパンキング文学が前種と指摘されている。クローバーの論文が発表されると、 ファイナルガールの概念は映画研究の枠を超えて注目を集め一般メディアでも広く取り上げられるようになった。アメリカの批評家が選んだファイナルガールには以下の例がある。ありがとうございます。